はい、皆さんこんにちは。レクセン講師の赤木です。それでは私の方から、約45分ほどになりますけれども、今年の春から始まるね、入門講座のガイダンスですね、これを始めさせていただきたいなというふうに思っております。厳密に言いますと、来月2月から先取りクラスというね、クラスも始まりまして、他の予備校に比べて3ヶ月ほど早くね、スタートするというクラスでありますけれども、そういったところもね、今日のガイダンスは予定しているというふうに思っていただけたら幸いです。はい、手元にちょっとレジュメがね、ありますので、そちらを、一応使いながらね、やっていきたいなと思います。ますけれども、お手元に1年目の勉強法がすべてというね、このタイトルのついてるレジュメ1ページですね、早速ちょっと開いていただけたらなというふうに思っております。私のクラス、入門講座ということでね、法律全く勉強されたことがないというね、そういう方を想定していますけれども、目標はでっかくと言ったら怒られるかもしれませんけどね、2年後の予備試験ですね、これが一応目標になってるね、そういうクラスになります。今2021年でありますけれども、2023年ですね、その予備試験、これに突破できる力を1年目からちゃんと使っていくと、そういったところが目標だと思ってください。で、現状その司法試験受けるにあたっては予備試験ルートとそれからロースクールのルートと2つあるんですね。で、予備試験に関しては毎年1回ですね、5月に択一試験がありで、受かった人は論文が7月で、10月に口述試験という感じで年3回じゃない。年1回ですけどね、予備試験最終合格まで3回いるというね、これが予備試験のルートになっていきます。で、予備試験の合格率は結構ね、1桁台というね、パーセンテージで、なかなか大変なところはありますけれども、他方で、ロースクールの経営ですね、こちらの方でも、司法試験の受験資格は得られるという感じになります。ただし、予備試験と違いまして、ロースクールに入れば2年、3年は必ずね、そこで勉強しなきゃいけないと。で、卒業しないといけないという、そういったところもあり、経済的なね、負担とか時間的な負担、そういったところから予備試験目指される方が非常に多いかなというのが現状ではあるかなというところでありますが、一応2年後の予備試験ないしはロースクール合格するんであれば来年のロースクール入試ですね、そこに合格できるような、そういった力を皆さんに培っていただきたいなと思っております。中でも、これらの共通の試験で大事になってくるのは論文です、論文試験でねいかに、ちゃんとした点を取るかというところが、全ての合否をね決めていくという感じになります。でいきなり論文なんか書けるかよというふうにね思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、大丈夫ですね、私のクラス手取り足取りというふうにはねそこまで一緒に書いてというわけじゃないですけれども、基礎的な論文の書き方ですね、そこからお話をしまして、1年目からね論文というのを意識した、勉強ができるようにね、2年目まで含めて一貫して、指導させてもらってます。他のね予備校だとどうしてもこうなんていうかな、国公立の上位でね東京とか京大とかですね、そういった人の合格実績がいいことをねなんか歌ってたりしますけども、うちのクラスはその辺でいくともう少しね、一応大学の、関係でいうと関同率とかですね大阪一大とかね、その辺の方も結構合格されているというところもありますので、そういう意味ではね本当にこう素人って言ったら怒られますけれどもね、全くのこう勉強をね一から始めるという方でもすんなりとかなり高いレベルまでね、持っていけるかなというふうに思いますんで、そういった意味ではね安心してもう論文ね、ちゃんとついてきてもらえれば2年間ついてきてもらえればね、合格レベルまでなんとかね、こう引き上げていけるという内容は提供しているねつもりではいます。それから私のクラスの最大の特徴ですけども、梅田で主要講座全部ライブでやりますんでね、そういうクラス多分他にね、関西ではないかなと思いますんで、そういう意味ではねちょっと希少価値があるかなとねいうふうには個人的には思っております。そんなに論文試験ということでね、大変だなと思わなくて大丈夫です。入門講座の初歩の第1回目のところからちゃんと論文ってのはこういうふうに考えるんだよというね、そういったところをお話しながらやりますんで、そういう意味ではもう基礎からね、なんていうかな、しっかりとこう論文の基礎が積み上げていけるというね、そういうクラスになっていると思ってください。で、なんで論文なんだというね、そこが少し気になる方もいらっしゃると思うんで、そこをちょっとお話していきます。予備試験ね、これ最初は択一試験といいましてマークシート試験です。正解を何択の中から1択選ぶというね、センター入試試験みたいなね、そんな感じであります。今やったらちょっと名前変わりましたけれども、要は択一試験ですね、マークシート試験、これがまず第一段階あって、その次に論文ではあるんですけれども、論文をまず1年目から重視するべきと、これ私のクラスのコンセプトです。結構多くの予備校では1年目は択一勉強したらいいじゃないかみたいなね、そういうところもあるんですけれども、論文の方が大事とこう思ってください。で、なぜかというのをちょっと今からね軽くお話していきますけれども、司法試験の出題範囲がこれぐらいあるとして、これ一番広い出題範囲は択一試験だと思ってください。択一試験というのはもう司法試験で出題されるほぼ全範囲ですね、そこから出題されるという感じです。他方で論文試験というのはその中のごく一部超重要なところ、ここからしか出題されないという傾向が極めて強いです。でこの論文用の基礎知識のところで実は択一の約ちょっと大げさに言うと60はちょっと大げさかもしれませんが55から60ぐらいですね。ここは論文式試験の基礎知識の中から出題されていると。これは裏を返すと論文用の知識をまず確実にすることによって択一の基礎点が出来上がるということになります。いいですかね。この択一の基礎点論文用の知識のところで確実に取っておけばあと現状択一の合格割合7割ぐらいの得点率ですのであともうちょっとなんですよ。だから論文用のところは絶対落とさない。でプラスアルファという感じで択一用の勉強これを見ておくことによって大事なところをしっかりと積み上げる。その上に応用的なところを細かいところをちょっとずつちょっとずつ積み上げるとこういった基本指針これが成り立つわけですね。なのでまずは論文をしっかりというところです。あともう一点択一と論文の決定的な違いです。何かというと択一は究極的な話で言えば丸かペケか判断できたらいいのね。いいですかね。5択のうちこれ丸これペケこれ丸これペケとかね判断できたらいいんですが論文は自分の言葉で書く必要があります。ここに決定的な違いがあります。どんな違いがあるかというと自分の言葉で説明するには自分の中に深く消化してないと説明できません。人に説明するときにちゃんと分かってないと説明できない。でも択一だと丸かペケかが最悪鉛筆転がしてね、丸かペケか判断できると判断できない時でも丸かペケか選ぶことはできるわけですね。でも論文は自分の言葉で理解して書くと。理解してないと書けない。理解した上で書く。でここに非常に時間がかかると。習得にですね、習得にやっぱり時間がかかります。自分の言葉で理解して書くというレベルまで上げるにはやっぱりそれなりの時間をかけないことにはできないということでこれをことわざもじって論文は一日してならずというね、ローマ一日ならずの言葉の文字入りではありますけれどもね、しっかりとここの論文対策時間をかけてやらないといけないと。そうするとです1年目から論文を2年間かけるのか2年目に入って慌てて論文をするのか全然違いますよね。2年目から慌てて論文したところでここまで習得できるかという話ですね。1年目から論文を意識してやった方が効率がいいと。でなおかつ択一のベースになるわけだからでこので、択一のベース点を取ってなおかつ合格していけばその後論文というのもね、自分で書いていきやすくはなってくると。そういう意味でここの論文を1年目からしっかりということでここの範囲ですね。1年目からここを重点的にやるようにしていきましょうね。1年目からここを重点的にやるとこういう意識でね2年間臨んでいただけたらいいかなというふうには思います。はい、ということで、まずはこの論文が大事だよというねところを皆さんにねちょっと感じていただきたいなというところでこのお話をさせてもらいました。はい、習得に時間がかかる論文対策の部分ね、ここを1年目から重点的にやろうねというね、これがコンセプトになっています。じゃあ論文ってどうやって作るのというね、その話も少しだけお話しします。司法試験の論文の問題どんな問題か。と言いますと、過去問ね見られたことのある方は分かるかもしれませんが具体的な事例が出されます。具体的な事例で A さん B さん C さんとかが出てきましてねでその中で A さん B さん C さんの中でトラブルを起こします。でその起きたトラブルについてどう解決しますかというふうな問題が出てきます。でこれは言い換えると実務で出る実際の紛争これに近い問題が出るということになります。じゃあ実務に出た時にどういうふうな考え方で紛争解決するかというと実は弁護士だったら誰もやる発想であるんですけれどもまずは原告になる人の立場で考えようというところから出発していきます。いいですかね。紛争が必ずあれば A さん B さん C さん D さんと出てきた時に必ず訴えたい人が出てくるんですね。俺の権利侵害者がでこの野郎というふうに思っている不満に思っている人がいるはずでまずはその人の立場で言いたいことを考えると。これを当事者目線というね、言い方で私は言ってきますけどもまずは訴えたい人の立場で不満なところを考えてくださいと。例えばね土地を持っている人がいますと。でその持っている土地を誰かさんが不当に占拠していると。何したいですかと。俺の土地だから出ていけとこう言いたいですよね。こういうふうなところからまず出発していくんです。で当事者の立場でまず言いたいこと考えてねと。でも言いたいことができるかどうかはどうやって決まるんですかというと法律ですから条文で決まるということで、じゃあその次言えるかどうかは条文、条文なければ判例、こんな順番ですけども、条文や判例に基づいて次は考えていくと、こういうスタンスなんですね。これが実務でやる考え方で、これをそのまま司法試験に応用すると論文は解けます。これは間違いなく言えることですけども、まずは原告の立場で言いたいことを考えなはれと。でその上でそれができるかどうかは条文判例によってもう決まってくるというところで、その次は条文判例から考えたらどうなるか、これを次に考えていけばいいと、こういった形で論文というのは出来上がっていきますんで、これをまあ1年目からがっつりと勉強してもらうというね、こんな感じで私のクラスはなるかなというふうに思ってください。はい、一応出る問題ほぼ事例の未知の問題ですのでね、事例の問題でまあ知ってるところしか出ないというのはちょっとないんでね、やっぱりこう応用問題が出てきますんで、そういう意味で事例未知の問題、これをしっかりとね、書けるようにというか、まずは考えるようにするためには、これ大事なのはやっぱり不満に思ってる当事者、この立場で言いたいことを考えろと。で言いたいことができるかどうかは条文で決まるというね、そこをまずは考えていくといいかと思います。で実際の問題についてはこの後必ず反論ですね、被告になる人がいますんで、被告側の反論を次に考えるというところがポイントになってきます。で被告側も反論があるはずなんですね。例えば他人の土地を使ってる、ね、その人からしてみても、いやいやいやとあんたから借りたがなとかね、そういう反論があったりとか、あるいはいやいや私にはこれをね、占有する権限があると、ね、そういうふうに言っていったり、あるいはあんたから買ったがなとかね、まあ、いろんな反論が出てくるんです。まあ、そういった反論を次に考えていけばいいと。でその反論通るかどうかも基本的には条文判例、これに基づいて考えていくと。こういったところで条文と判例ですね、これに基づいて言いたいことを考えていこうと。こういうふうなところがね、大事な論文の発想だと思っていただけたらいいかなと思います。まあ、ぶっちゃけて言うと実務でいくと、まあ、弁護士の発想そのまんまですね。弁護士がまずはね、法律相談を受けた時にどうするかいうと、まずは事実関係聞いていきます。で聞いていった上で、じゃああなたとしてはどういうことをしたいですかというね、まずそこから入るんですね。あなたとしてできるできない別としてどういうことをしたいかというふうに、まず当事者の要望、これを考えていくのね。でその上でじゃあその要望ができるかどうか、これは条文次第ですので、中にはいますね、条文ではできないことをさせようというね、例えばお金を貸した相手が返さない、懲らしめてやりたいと、いやいや待ってと、ね、懲らしめてやる請求権とはこれはないのでね、とりあえず条文上できるのは貸した金返してくれと、こういう話になってくるんで、まあ、それができるかどうか、じゃあ相手の反論次何があるかなと考えて、相手の反論、あこういうのはどうかな、ああいうのはどうかなと聞いていったりすると。いうふうな感じで順番考えていきますので、まあ、とにかく、ね、当事者の立場で言いたいことを考えて、でそれができるかどうかは条文判例次第というね、こういうふうに持っていただくといいかなと思います。はい、で論文試験の合格ライン、ぶっちゃけて言うとそんな高くないです。現状のところでいくと論文予備試験500点満点でありますけれども、約250もあれば十分合格します。半分です。いいですかね。半分取れれば合格するっていうのが予備試験論文であります。今年なんか230点台だったかなと思いますけれども、ここ論文の半分取れれば御の字。で、この半分のラインっていうのが、だいたい法務省のホームページで公開されている水準でいくと、一応の水準と言われます。一応の水準というのが50点満点のうちの 42% 以上ですから21点ですね。21点以上を取ってると一応の水準という評価がつきます。で、この一応の水準下回るとダメです。でも一応の水準21から28の間なんですけれども、これをコンスタントに取っていればまずは合格ラインに入ると、こういうことですね。この1個上は良好と言われまして、まあ、大体6割から7割がいいですね。これが良好と言われますけれども、まあ1科目でも良好取れたらいいですね。野球でいけばツーベーススリーベースみたいなそんなもんです、ね、でこの一応の水準というのは、まあ、ある意味出塁するみたいなね、そんな感じのイメージではありますけれども、とにかくまあどんな問題が出ても最低限出塁すると。であわよくばホームランとか狙わないようにね、まずは出塁して、その延長が、まあ、とりあえずは合格ラインに近づいていくと。こういうふうに思ってね、この、合格予備試験の合格ライン、あまり高いラインではないというところを知っておいてください。完璧に書けなくてもいいけれども、誰もが考えるような主張、これは絶対落とさないと、こういうことですね。当事者であれば絶対言いたいことあるはずなんで、その言いたいことを外さない。じゃあその言いたいことを外さないにしても、その言えるかどうかの検討で間違えない、ね、言えるかどうか、条文にのっとって判例にのっとって考えてるかどうかというところで間違えない。この辺をしっかりとね、意識してもらうと一応の数字は軽く超えてると思います。あわよくば良好に近づいていると思います。この辺りがすごく大事なんですけれども、勉強方法を間違えるとどうしてもね、この高みのホームランのとこばっか見てね、ホームランのところをどうやったら打てるかってね、そう考える人がおるんですけれども、何を言うとんねんという感じですね。まずはちゃんと出塁できるようになってから、その後であわよくばホームランというね、そういう感じで考えとってもらった方がいいかなというふうに思います。はい。まあ、法律論文の力をね、5つの力にまとめたというのが1ページの一番下のところになりますけれども、法律論文っていうのは結局ぶっちゃけて言えば、条文使いこなす、事例を解決すると、ここにつきます。条文使いこなすために何がいるかいうと、条文に関する2つ目ですね。基礎的な最低限の知識、これを持っとかないとどうしようもないと、こう思ってください。で、ここ結構法律の文書ってのはものすごく幅が広いのでね、法律の本なんか見ているとね、民法だけで1冊から26冊まであったりするね、そんなのがあったりするが、そんなもん全部覚えなくていいですね。最低限のところ、これを入門講座で皆さんに紹介していきますので、この最低限のところをまずは押さえると。大事なのは知識ではあるんだけども、使い方とセットになった知識、これが法的思考力としてすごく大事になります。使い方ですね、これ思考方法と言ってきますけれども、使い方とセットになった知識、これをちゃんと身につけるようにしてください。とりわけこれは民法というね科目ですごく大事になってきますけれども、民法でさまざまな制度勉強しますけれどもね、使い方と必ずセットでね、見ていくようにしていってください。まあ、これの使い方というのは結局どうなるかいうと、当事者の立場で言いたいこと、これになるんでね、当事者の立場の言いたいことをちゃんとセットで見ておくというのがとっても大事なところと思ってください。で、それをあとは事例解決するんで、紛争解決するためにはまずは事例を把握する。まあ、日本語の読解力、高校生レベルあれば大丈夫ですね。高校生でも予備試験受かるような感じになってますんで、高校生レベルのまあ一応読解力があれば大丈夫でしょう。その上で基礎知識だけではちょっと解ききれない問題もあるので、たまに応用力、これがあればいいと思います。応用するということで、まあ、基本的な知識のスライドであることが多いですね。基礎的なところが A から B と考えていると。で、これを真似してですね、A ダッシュから B ダッシュみたいなね、そんな感じでこうスライドするみたいなのがこう応用だったりするんですけれども、まあ、これもまた講義の中でお話していきますんで、おいおい身につければ大丈夫かなと思います。で、あとは2時間の制限ですね。司法試験、本試験は1科目2時間。予備試験の論文はというと、3科目3時間半とか、2科目2時間20分とかね、1科目あたり1時間10分と、こう思ってください。これが予備試験の論文ですが、その制限時間内で書く。これが必要なんで、文章力も普段から身につけるというのは大事かなと思います。まあ、この文章力身につけるのは、まあ、講義のもう1個別にありますけれども、論文基礎力養成等連というね、そちらの方でちゃんと書くというね、ここをしっかりと訓練していただけたらいいかなというふうに思いますし、あとは2年目講座が論文問題をがっつりと解いていくね、そういう講座になっておりますんで、そこの中でまあおのずと身につくだろうというふうにもとってください。まあ、慌てないことが大事かなというね、そういう感じはします。はい、その上であとは時間制限の中ですんで、よく起こるのがパニックです。自己統制力ね、パニックになった時にどうするかです。いいですかね、パニック起きた、問題開いた、なんだこの問題わからん、こうなった時にどうするかです。で、試験を受けるまでに皆さん多分すっごい勉強してると思うんですよ。すっごい勉強した上でわからん、多分他の人も一緒です。いいですかね、他の人も多分パニックに陥っている人が約8割ぐらいいるだろうと思ってください、ね、これは自分で思うだけでいいです。試験の現場で他に確認しようできるわけないんでね。なので目の前で見てわからん、他の人もきっとわからんだろうと。じゃあどうするかいうと、いつも通り考えてみようと、これになります。自分をちゃんとコントロールするっていうことで、普段通りの力を出せたらもう十分合格するはず、こう思ってください。だから普段通りに考えたらいい。じゃあ普段どうやって考えるかっちゅうと、私のクラスだったら当事者の立場で条文等に基づいて考えると、もうここに尽きるんですね。ここに立ち返ってもらったら、全くわけのわからん問題が出たとしても何とか対処できます。当事者やったら何言いたいかな、じゃあ言いたいことが条文判例からしたらどうかなと、これ考えていただいたらそのまんま答案にするだけ、これで一応の水準がついてくるかなと、こう思ってください。まあ、そういう意味でね、いろんな力があるんですけれども、まあ、2年間の間にいつの間にか習得できているというね、こういう状態を目指すのがうちのクラスだというふうに思ってください。で、とりわけこれは1年目でどこまで論文意識するかによって変わってきます。1年目でこの論文の意識をしなかった場合、この法的思考力の部分の知識ばっかり身に入れることになります。知識だけ入れても使えなきゃ意味がないんでね、使えるためにインプットする。これをすごく大事にね、勉強してもらえたらいいかなと。使うために身につけるんだというね、そういう意識を持ってね、やっていただけたらいいかなと思います。はい、具体的な中身をちょっと見ていきましょう。レジュメ2ページにちょっと進んでいきます。はい、うちのクラスの特徴ということで、まあ、ちょっと手前味噌的なところがありますけれども、かなり1年目を重視しているというね、そういう感じです。1年目の講座は論文をほぼ重視しておりまして、司法試験のね、テキストありますけれども、教室の後ろにね、ライブクラスの方置いてあります。またよかったら参照いただけたらと思うんですが、かなりの膨大な量あるんですけれども、この中でも論文用のところだけに絞ってほぼ。で、論文だったらこういうふうに考えていくよというところを重点的にやっていくということで、論文力が知らないうちにじっくり養成できるというね、そういう内容になっております。まあなんちゅうかな、目的意識ですね、ちゃんと論文を解くんだというね、その目的意識でやっていきますんで、漫然と腕立て伏せするんじゃないと、ね、論文を書くために腕立て伏せするみたいなね、そういう感じで目的意識を持ってやっていきます。まあ時間かかるんでね、やはりこれは意識づけというところがとっても大事かなというふうに思っておりますが、まあそういうやり方やっていくとやっぱりね、必然的に、結構レベルもね、1年目でガッと上がるね、そういう感じになります。まあ若干ちょっと他のね、予備校とかに比べるとレベルの高い講義をね、やってるつもりではいますけれども、その分最後までついてきてもらったらかなりのねレベルになってるかなというふうにはまあ自負しておりますんで、ね、そこはまあ安心してついてきてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。で、ここの1年目の重視というところ、まあ最近の予備校はどこもね論文を重視し始めてはいるところではありますけれども、まあ大きな違いになってくるのはライブ講義ですね。これがあるなしというのはまあ大きなところかなというふうに思います。分かんないところあったらね、そのまま聞いてもらえたらいいというところでね、まあ目の前に私が喋っておりますんでね、講義終了後とかね、まあ何時間でもまあお付き合いしますんでね、最大まあすごい時11時まで残ったねいうこともありますけれども、まあそれぐらいまでね、残ってまあ話聞くということはまああったりしますんで、まあそこはライブ講義ね、質問等あればもう遠慮なくねどんどん聞いてもらったらと。それから1年目での扱いですね、やっぱり論文に徹底的に絞ってます。で、論文を書けるようにインプットで、最近ちょっと他の予備校等で見えるのはインプット軽視の傾向です。そこはまずいです。インプットって何っちゅうと、書ける知識、書くための知識ですね、これの習得というね、これをじっくりとやってもらうというね、こういうことになりますが、インプット要は知識の習得、ここのところでよくあるのが、もういきなり論文見たらいいんだ、ね、論文の問題をどんどん見ていったらいいんだみたいな人がいるんですけれども、ちょっと待てと、ね、全くこうね、自分で考える力もないのに論文ね解いたところで意味がないですね、時間の無駄かなという感じが逆にしますんで、どっちかというとやっぱりある程度考える素地を慣らした上で、そこから論文に取り組むというね、そこの順番というのはちょっとね大事にしてもらえたらなというふうに思っております。まあ学習の方針ですよね、まあインプット軽視するのか、いやちょっと軽視はまずいだろうとね、アウトプットは意識するけれども、インプットをまずはある程度やった上でアウトプットに進めていく、ね、インプットをある程度の基礎で固めた上でやってもらう、まあ、そういったスタンスで、ね、1年目やっております。はい、で普段の講義ですけれども、インプットこれまあ入門講座をね、指しております。で、入門講座も論文意識してるんで、問題解く感覚で勉強してもらいます。これどういうことかと言いますと、具体例をかなり大事にします。具体的な事例、例えば判例の事案があります。この判例の事案をまずは見てもらって、原告さんだったらどういうことを言いたいですかというのを考えてもらうと、ここから出発します。で、そこから考えて、じゃあそれができるかどうか、じゃあ次どう考えようかと、こういうふうに進んでいくのね。まさに論文の考え方まんまです。原告さんの言いたいこと、それができるかどうか、こういう順番で考えていくということで、これをまあ1年目のインプットのところでね、かなり重点的にやってもらうよと、こう思っとってください。で、その際大事なのは条文当事者目線、また出ましたけれども、まあ言えるかどうか、当事者が何言いたいか、でそれが条文上言えるかどうかというふうなところね、まあ、条文がなければ次判例ということになりますけれども、まあ、そういったところを重点的に皆さんにインプットしてもらうと。なので、まあなんちゅうかな、抽象的な判例を抑えてもらうとか、そんなことはないです、ね、必ず事例があって、事例をもとにこうやってこの事案ではこうなるよねというふうにね、ちゃんと事例をもとに当事者の言いたいこととかね、その辺をこう、焦点当てながら考えていきますんで、まあ、そういう意味では、まあ、少し、意味付けといいますかね、イメージがしやすいね、そういったまあ一応勉強もできるのかなというふうに思ってください。あとインプットの際、予習ゼロで結構です。予習はもう一切いりませんので、入門講座の時にはもうもっぱら復習、これに時間を費やしてください。まあとにかく復習ですけれども、大事なのは最後インプット3つ目書いてますが、理解、これです。理解って何っちゅうと、納得と思ってください。法律上のあらゆる制度については必ず理屈がありますんで、その理屈を納得するというところを繰り返してください。納得できたら暗記もその次かなり早まると思います。納得できてないのに丸暗記、しんどいですね。まあ僕も記憶ありますけども、江戸時代の文化の暗記とかね、もう耐えられないぐらいのね、しんどさだったなという記憶ありますけれども、まあそういったもう丸暗記は大変だ、ね、丸暗記じゃないものをこれをやるためにはまず理解というのを挟んでください。理解挟むことによって暗記がスムーズに入っていきやすくなりますんでね、納得すれば覚えやすいというね、そういったところがありますので、納得する、これをしっかりとね、講義の後はやってみてください。まあ、テキストにマーク入れますんでね、マーカーでいろいろとチェック入れてきますんで、マーカー見たところを見てまず納得できるかどうか、これをやってみてください。その上でプラス条文、面倒くさがる人は条文引きませんで、六法はどんな六法でも結構です。まあ、できたら1年目は判例のない六法の方がいいかなというふうに思いますけれども、とりあえず六法をもう一回復習の時に見直すと、条文見て、あ、この条文にはこんな判例あったなとかね、あ、こんな一応、事例で赤木が言うとったなとかね、そういうのを復習してもらえると、まあ一応条文に戻って考えるイコール、これは論文の基礎に返ってるということになりますんでね、その上でプラス、実は論文試験では六法を貸してもらえるんで、条文見ながら考えるというのは実は本試験でも生きるということになりますので、そういう意味でもね、条文にちゃんと立ち返って復習をするという感じにしてみてください。で、今ではちょっとそこちょっと書き漏れていますけれども、復習用教材っていうのを一応皆さんに配布するというね、ことにしております。これまあ民法からね、一応作り始めているところで、まあ、ライブクラスの方、ちょっと2020年クラスからね始めたところでありますけれども、復習用教材というのがあります。まあ、これ何かというと、論文用の重点箇所ですね。論文用のとっても大事なところ、これをもう要はここの、教科書の中から大事なところですね。これを、まあ、Q&A で答えれるような素材にしてあるよね。Q だけしか今のところ載せてません、あえて。なぜかというと、テキスト見直して A を自分で作り出すというね、その練習をしてもらいたいので、とりあえず Q&A の Q だけね、これ載っけてるような感じでありますけども、ここを復習の時にぜひぜひ活用してみてください。まあ、今日やったところの大事なところ、A が出てくるかなと。出てこないところは、本試験までにちゃんと出てくるようにしたらいいと。弱点を発見克服する、そういった素材にもなってくるのでね、そういった使い方もできますので、まあ、ここは Q&A のあえて A を入れてないね、そういったものではありますけれども、 Q&A ぜひね、Q だけではありますが使っていただけたらいいなというふうに思います。で、大事なのはまあ納得するというところなんでね、納得した上で暗記、それに入っていただいたらと思いますけれども、まあ、いきなりは無理です。で、復習については焦らずに2週で4回というのをちょっと意識しておくといいと思います。2週で4回の復習、これをちょっとねやってみるといいと思います。ライブクラスをちょっと想定しておきますけれども、ライブクラスでいくと、例えばまあ一応今日刑事訴訟法という科目をやりましたが、刑事訴訟法の10回目11回目が今日実はありました。で、次回12回目13回目で、ほぼ毎週日曜日にやっていきます。まあ、ここからちょっとね憲法に入っていくんですけれども、3時間 ×2 の6時間分の講義を日曜日に毎週やっていきますが、この復習をこの間に2回やってもらうと、こういう感じです。まずは翌週の講義までにその週の講義の復習2回は入れると。で、1回だとまず忘れます。2回やってちょっと忘れにくい素地ができるかなという感じです。でも3回やる時間はなかなかないかもしれないということで、2回をとりあえずの目標にしてみてください。その次、できたら前の週の復習も 1,2 回入れてみてください。で、その週の復習はもちろん2回やると。こういう感じにすると、同じ箇所を2週で2回やれば4回やったことになりますね。理想としては2週で4回という感じでやっていくと、非常に定着が良くなると思います。で、これなぜね、次の週までもう1回やるかなんですけど、やっぱりね、人間の記憶っていうのは忘却曲線があります。忘却しかかった頃にもう一回復活させることによって、定着がより強固になっていきやすいというね、そういう傾向がありますので、2週で 3,4 回というのをやってみてください。なので、ここの、まあ、12回目13回目の2回目の復習ね、ここやりますが、もちろんここでも12回目13回目をできたら 1,2 回は入れておくと。こうすることによって、必ず毎週 3,4 回分の復習ですよね、これを全ての回においてやっていくということができるのかなと思います。ここもね、だんだんとこうリズムができてくると思いますんで、最初はちょっとね、リズム作るまでが大変だとは思いますけれども、リズムさえできればなんてことはなくなるんですかね。ちょっとしんどい時はあるかもしれませんけども、基本的なこのリズムをまず早い段階でね、形作るという感じしてもらえたらね、いいのかなと思っております。はい。2週で3、4回というね、これ一応2週で4回としてますが、3から4ね、一応3は最低限ちょっとね2週間の間でやってみるという感じにしてみていただくといいかなと思います。はい。大事なのはこれ傍着直線の兼ね合いがありますんで、聞いたことあるかもしれませんけども、人間の記憶ですね。講義受けた直後が仮に100だったとして、翌日にはもうかなり下がっています。なのでできれば翌日には復習を取り掛かるという感じにしてみてください。これかなりこんな状況になってから復習すると相当の労力使いますが、この段階の復習だとかなり労力は楽です。なので復習時間も短くて済むはずです。なのでね、これ講義ね、やばい明日6時間講義だということで前日にまとめて2回分やるとかね、そんな甘っちょいこと考えないでくださいね。これ前日に慌ててやろうとするとほとんど大変な感じで消化不良のまま終わると思います。なのでこうならないようにできたらもう遅くとも2日後、遅くとも2日後には復習着手してください。で6日間ありますんで、6日間のうちにできたら2回回すと。でほぼこの2回回すのに1回目は講義時間と同じ時間ぐらいかかると思います。なので6時間の講義、1回目の復習は6時間ぐらいはかかると思います。早い方だったらもうね半分ぐらいで終わっちゃうかもしれませんが、で2回目はとなると1回理解してるんでかなり早いはずです。1回理解してるので早い方だともう半分ぐらいで終わると思います。だから9時間から10時間ぐらい2回分の復習にかかるかなというぐらいの目処でねやってもらえるといいと思います。これテキストの読み直しというね、そこのところだけを指していますので、復習用教材まで入れるともう少しね、かかるかもしれませんけれども、そこのまずは最低限の読み直し納得ですよね。これを一応、2週で、2回、ごめんなさい、2回やるのに大体10時間は、一応時間としてね使っとってもらったらいいかなというふうに思います。で実を言うとこれだんだん理解が深まっていくというかね、一旦理解したことをもう一回見直すとなるとさーっとね流れていくように読めていくんで、3回目4回目になるとかなり早くなっていきます。早い方だったら3回目で1時間切るっていうね、そういう可能性もあるかなと思いますが、標準的なのはだんだん半分ですね、そんな感じになっていくいうのが多いかなと思います。でこれもやっぱりね時間を空けてしまうと3回目読むのも結局1回目読むのと同じ労力使わざるを得ないという可能性が出てくるんで、早めに着手いうのがすごく大事です。いいですかね。早めに着手というね、これをやっていってください。で4回目ぐらいになってくるともう早ければ1時間切るかなというね、これぐらいで復習が6時間分ですよ。6時間分の復習がそれぐらいで終わるというぐらいになってくるので、ものすごく早くなるというふうに考えてもらっていいと思います。はい、ただもちろんこの後ね、しばらく復習してないとだんだん人間忘れていきますので、忘れていくのはしゃあないですね。忘れていくのはしゃあないんですけれども、忘れた頃にもう一回復習をして、できる限り元の労力、元の状態を戻していくというね、そういう感じでやっていただくといいと思います。はい、ということで、復習が特に大事だよというね、そういうことで復習用の教材とかもありますんで、その辺を活用しながらねやっていただけたらいいかなと思います。で、インプットは基本的にやっぱり講義、頭に知識を入れるというね、それが基本のあれになってきますんで、あとはやっぱ使い方ですよね。その知識を実際に使うというね、そこの訓練も同時並行でできる限りねやってみてください。同時並行ではありません。若干ちょっとねタイムラグありますけれども、インプットが一通り終わったぐらいからアウトプットに入るというね、それぐらいのこうね感じでやっていただくとよりいいと思います。アウトプットについては論文基礎力養成等連というね、そういう講座が一応入門講座とセットでついてますんで、そちらでやっていただくような感じになります。民法だと全部で24問ぐらいかな、解いていたりしますんで、そのあたりをね、民法のインプットが終わったらその後アウトプットに入る、ね、インプット終わりしたいアウトプット入るというふうな、そういうリズムをね作っていただけたらいいかなと思います。アウトプットは基本週1回というね、それぐらいの講義の感じです。週1回2時間とかね、2、3時間もないかな、それぐらいの講義になりますけれども、アウトプットぜひねやっていただけたらいいなというふうに思っております。やっぱり考えるというね、自分の頭で一応考えてみると分かるんですけれども、やはりこう自分の弱点というのが分かってきますね。特にまあ論文解くときにいろんな癖がありましてね、事案を読むときに慌てて読んで読み間違えるとかね、あるいは考えるときにちょっとおっちょこちょいでね、すっ飛ばして考えちゃうとかね、そういういろんなこう癖が見えてくるので、そういった癖を修正するのもここのまあアウトプットのね、機会なのかなと思いますんで、まあここなかなか受けずにね、なんかこう積み上がってしまってる人もねたまにいますけれども、もったいないんで最後までぜひね受けていただけたらなというふうに思っております。でこのアウトプットですが、間違ったところあるいはあやふやなところが復習ポイントになるというふうに思ってください。自信持って解けた問題は2回目3回目も必ず解けるはずだろうというふうに思いますんで、なのでここの復習する時アウトプットでは間違えたところや不安なところ、これを大事にねしてもらったらいいかなと思います。はい、とにかくね間違えたところやあやふやなところ、大体は知識不足ですね。なぜ間違えたかというと、多分知識不足で間違えたというね、そうなることが多いと思いますので、その時はインプットに戻ってもう一回復習しようというふうにしてもらったらいいですし、あるいは間違えた問題が応用できなかったであれば、応用力応用の仕方を真似するというね、真似するというのも復習の仕方になってきますが、またねこれはアウトプットの講座でね、講義でお話しする機会があるかなと思いますんでね、そこはまたそちらで委ねたいなというふうに思っております。はい、あとアウトプットでまあね、よくあるのは変な書き方ですね。それに馴染んでしまう人がたまにいますね。予備校的なまあ悪文の話ですけれどもね、これはどういうものかっていうとね、全く当事者の主張とは関係ないようなことをいろいろ無駄無駄書いてるというね、そういうのがまあたまにあったりします。まあ変な書き方でね、当事者だったらそんな言い方しないよなっていうね、そういう書き方をするものがありますけども、まあ今言ってもあれなのかなと思いますんで、まあこの辺はまたアウトプット講義の中でね、随時お話ししていこうかなというふうに思っております。はい、まあそんなことで1年目の勉強ですね、インプット重視、事例、条文、当事者、この辺大事にしてください。それと復習大事というね、そこです。インプットの際も復習重視ね、予習はゼロで結構ですので、とにかく復習を重視してやっていただきたいと。まあ時間をね、そこはかけていただいて結構かなと思いますけれども、とにかく復習は短期間で複数回というね、少なくとも2週で4回というのをね一応目標にしてもらえるとよりいいかなとは思います。はい、あとはまあ講義のねちょっとこう手前味噌的なお話が3ページのところになりますが、まあメリハリ付け、かなりメリハリ付けします。使うまあ素材はテキストと条文、あとレジュメちょっと書いてませんけどもね、テキスト、条文、レジュメ、これを一応マックスにしてもらいます。それ以外のまあ例えばですけどもね、枕になりそうな学者の本とかね、そういったものは基本的には私はもう手触らないようにというね、そういうふうにまあ一応お話していきますので、まあやりたい方は別にやっていただいて結構ですよ。どうせ大学の授業で見なきゃいけないという方は、まあ、それ見ていただいたら結構ですけれども、インプットの対象としてはそこまでいくのはちょっと範囲外というかね、あまりにも過剰になりやすいところがあるので、テキスト、条文、レジュメ、これをマックスにね基本的にしてもらったらいいかなというふうに思います。でそこにメリハリつけます。大事なところだけマーカーします。どうでもいいところは飛ばしますんでね、そういう意味で大事なところはここだというのが見えやすくねなってくるかなと思いますし、あとランク付けで論文で出るのは B ランクまでとかね、WAABCD と5ランクに分けます。 B までが論文の対象で、 CD は択一でしか出ない。ただし CD の中でも択一では C は大事だよと、こうなるんでね、なので ABC まででとりあえず、択一は勉強しよう。で論文の範囲では B までですので、とにかく B までのところで 60% ぐらいの択一の得点率になるだろうという計算でやっておりますんでね、B までをとりあえずはね論文としてしっかりがっちりやろうというふうに思っていただけたらいいと思います。ただまあ時間的な兼ね合いで復習時間がないということであれば WAA だけにするとかね、 WA だけにするとか、そういったまあ一応メリハリもね使っていただけたらいいかなと思いますが、まあちょっと WA だけだと少なすぎるんでね、WAA まででは最低限と、で B についてはね、本試験までにちゃんとマスターしとこうというね、そんな感じでもいいと思います。まずは A ランクまでのところをね、しっかりとやっておくというのが大事かなとは思います。はい、あとは学習時期として1週目でやるか2週目でやるか、かなり口酸っぱく言いますんでね、ここ1週目では飛ばせようといったところは1週目飛ばしてください。私のクラスは、講義を2週に分けます。1週目基本的なところをやります。で2週目でちょっと応用的なところをやるというね、そういう配分にしておりますけれども、1週目、まあ、民法だったら24回なんですが、22回1週目で基本的なところをずっと、じっくりじっくりやっていきます。で2週目のところは最後2回でまあ一応応用的なところをさっとやっていくで、そんな感じになりますけれども、2週目でやるよう言ったところ1週目で見ないようにしてくださいね。ここやってよくわからんと言ってね頓挫する人がたまにいますけれども、それやめてくださいね。2週目で見ろ言ったものは1週目で絶対見ないね、見て有害無益になってしまったら困りますんで、ね、そこは1週目は1週目、2週目は2週目と。でその後言ってきますが、択一だと言ったところは択一に回してください。 D ランク言ったところは D ランクです、ね、D ランクいうことは入門とか論文では出ないぞというね、そういう話ですから、そこはもう見ないというのは見ないという、その辺も徹底的にメリハリをつけてもらえたらと思います。どうしても受験生不安なんでね、手を広げたくなります。ツイッターとか見るといろんな人がいろんなマウンティングを取ってですね、こんなこともした方がいい、あんなことした方がいいよとかいろいろ言ってくるんですけれども、大体それは手を広げる勉強になっておりますんでね、手を広げるっていうのはある意味人間の基礎知識入ったものを押し出す力になってしまいますんでね、大事な入ったものね、ところてんのように抜けてしまっては困りますんで、手は広げない、ね、自分の脳のキャパに自信のある人以外は手を広げない方がいいです、ね。自信がないのであれば、まずは最低限をしっかりやろうというね、こうしないと大変なことになるかなというふうに思ってください。はい、あとはまあ括弧の3番のところで、最後まで一応論文については私が1人でね、見させていただきますんで、一応入門講座、それからアウトプット講座の論文規則寄せトレで、2年目では合格等の作成講座というね、そういう講座があります。そこまで私が一応ね、7科目全部指導させてもらいます。まあ予備校によっては科目で途中で変わったりとかね、あるいはインプットとアウトプットで先生変わったりというところがあったりしますけれども、そういうのは心配はないのでね、一応私が最後まで見るという意味で、まあブレることがないと思ってください。予備試験、司法試験、講師はそれぞれ癖があります、ね、癖がありまして、ね、内容を言ってることが微妙に違うとかね、そういうことがまあ往々にして起こるんですけども、そういった心配は一応ないかなと思ってください。たまにまあ僕もね、1年目で言ったところをもう少し2年目で膨らましてということはありますけれども、基本的にはズレがないようにね、一応運営しているつもりですので、まあ、その辺は心配なくね、最後までついていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、括弧の4番の方針、まあ、軽く聞いといてください。ここは1年目2年目でどこまでやるかによって全然変わります。でちょっとだけ図を書いておきます。早く合格する人としない人の差、これがどこにあるかっていうのをね、軽くちょっとお話しておきますけれども、一応私のクラスは2年後の合格、これを目指していきます。いいですかね、合格に必要な力がこのラインだとして、2年後にここを超えていると、こういう状態を目指します。じゃあそのためにどういうプロセスを経てここまでたどり着くかです。まんべんなく安定的に成長できたらいいなと思うかもしれません。あるいはスロースターターだし後で追い上げようというふうに思う方もいるかもしれません。いやいやいや、先行逃げ切りだという人もいるかもしれません。さあどれが一番合格しやすいか。真ん中の1年目でちょうど1年後、入門講座が終わる頃の状態で、上の人と下の人でどう違いが出てくるかですね。1年後のところでかなり早い段階で合格水準まで近づけた人は、あとは弱点潰しで済みます。しかもその範囲はかなり限られてます。で2年目の重点的なところは、実は問題解くことがどんどん増えていきます。問題解くときにこれだけの量あれば大体のものは解けていける可能性が高まりますけれども、このレベルしか入ってないと問題解くにもということで、もう一回1年目の復習しなきゃいけなくなります。どういう違いが出るかというと、1問完成させるのにかかる時間が全然変わりますよね。この方は1年目の入ってないところほぼないという状態になれば、ものすごく問題がスムーズにトン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 と新しい問題にどんどんチャレンジできます。でも下の方だと1問解いて復習3時間かかったとかね、1問解くのに3時間かかってたんじゃこれはもうお話にならないぐらいになっちゃいますんで、これどん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 差が開いていくと思ってください。1年目の到達ラインで早く合格される方は1年目での復習がかなりちゃんとできていて、まあある程度穴はありますよ。覚えてないことももちろんあると思いますけれども、1年後の段階でかなりのレベルまで達していると、そうすることによって問題というのがかなり解きやすくなっている状態になっているはずです。そういう方はやっぱり合格していきます。こういう方はどうなるかと、残念ながらやっぱり長いことかかってもなかなか上達しないというね、こういうふうになってきまして、どん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 差が開いていくというふうに思っていただいていいと思います。で真ん中ぐらいの方は、まあ、ここからはこの後頑張り次第というね、まっすぐいくか最後こうなるか、あるいはここからまあ上がっていくかね、いろいろありますけれども、まあできるんであれば放物線高く出発できるようにね、こうしとくといいと思いますね。入りの入射角が低ければそんなに高くまで上がりませんね。入射角ね、発射角できるだけ高くね、いった方が最終到達点にはやっぱりね行きやすいかなと思いますんでね、できる限りもう今申し上げましたけども重点的に大事なところ絞ってるんで、絞った WAAB のところをがっつり論文対策でやる、ねこれに尽きると思ってください。でそれを復習しっかりやって、わからないところはだんだんね、なしにしていこうという感じにしていってください。いいでしょうかね、早く合格するのは上のタイプだよというふうにね思っていただくといいと思います。はい、なのでそういう感じでいくと勉強方法の方針ですけれども、1年目ここに到達するためには理想的なのはインプット8に対してアウトプット2ぐらいの時間配分です。ほとんどインプットで結構です。アウトプットをここで重点的にやったところで大して自分で問題解ける力ついてません。なので時間の無駄です、はっきり言って。それに力費やすぐらいであればインプットの穴をなくしていく。で論文も基礎的なところは取れるようにするという、そんな感じですね。8対2ぐらいでまあ1年目はいいだろうと思います。でこれがうまく軌道に乗ってる方は2年目に入ると2対8ぐらいに逆転します。こうなってくるとどん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 力もついていくだろう。新たな問題に対する力もねどん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 こうね、スキルとして身についていくだろうということで、こうなるのが理想と思ってください。で早く合格できる方大体こんな感じ。1年目の勉強と2年目の勉強ね、方針が変わってきます。1年目はとにかくインプットを潰していく。2年目はアウトプットでどんどん問題スキルを解いていく、スキルを上げていくと。こういう感じでねやっていただくといいかなと思います。はい、あとはまあ最後にね3番で人より上に行くためにどうするかという話ね。ここはまあね人によっても変わってくるかなというところでありまして、まあいろんな考え方あるとは思います。まあ僕結構ねいろいろとまあ言っていますけれども、やっぱり基礎が大事だと思っておりますね。急いで慌てて高みに登るっていうのは無理ですね。いきなり富士山登れるかと登れませんのでね、まずはやっぱり地道に一歩一歩ね、ちゃんと足元固めて登っていくと、これがやっぱり急がば回れで大事になるかなというふうに思います。慌てて急斜面を登ろうとしてもね、残念ながらね、ずっこけてしまったら意味がないので、やっぱまあ安定的に一歩一歩着実に踏んでいくというね、そこを意識してやっていただいたらいいかなというふうに思います。その上でやっぱ最初が肝心です。最初でペースつかめば最後までだんだん走っていけますけどね、最初で無理してバーンと弾けちゃうとね、その後勉強しなくなっちゃいますんでね、あまりこうね、最初無理しすぎないとも大事になりますね。スケジュールがあったとしたら、そのパンパンにスケジュール入れるんじゃなくて、若干余裕のあるスケジューリング、これをしてみてくださいね。自分の勉強時間マックスで週に40時間取れるという時に40時間分ばがっつりと入れる、これやめといた方がいいね。とりあえず1週間のうちに何があるかわからないので、とりあえず40時間の余力があるとして、まあ、20数時間分ぐらいの勉強のあれを入れとこうと。でのりしろをやっぱり入れとかないとね、かなり非常事態とか緊急事態起きた時に対処できなくなるのでね、そういう意味ではあまりパンパンに入れすぎずにね、ちょっとペースとしては、まあ、7割方ぐらいのね、そういったペースを掴んでいただいたらいいかなというふうに思います。あとやっぱりね、人と同じことしててもいかん。プラスアルファ何なのか、やっぱり基礎になるでしょうね。で復習になるでしょう。そのあたりがね、ちゃんとやっていかないのにね、特効薬はありませんね。やっぱりこう基礎的なところをね地道にいくというね、そんな感じで進めてもらえたらなというふうに思っております。まあいろんな自己コントロール術もありますけれども、その辺もまた講義の中でねいずれお話できるかなと思いますが、まあ、結構よく使うのは今日もねお話しましたけども、問題解けない時にどうするか、他の人も解けないというね、その辺のちょっとこうね意地悪い見方かもしれませんけれども、これ意外にね役立つところありますんで、よかったらねこの自分のコントロールですね、パニックになりそうな時にどうコントロールするか、ね他の人も困ってるはずだと、自分は普段通りに行こうというね、それができるようになるだけでもね大きな違いになるかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、ちょっと最後若干駆け足になりましたけどもね、一応私のクラスのまあ勉強方法のね一応おすすめ方であるとかね、おすすめの方針、そういったものをお話しさせてもらいました。まあ、よかったらね、春から一緒に勉強してもらえたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ということで私からのガイダンス以上で終わりになります。どうもお疲れ様でした。